楽しそうですね。そうですね、あの試合の中でもこのオンとオフというかね、まあ、戦い慣れている3人だなと思います。さあ残りの2人に挨拶をして、まずは渋野日向子ティーショット、9番バーディーの後少し休憩を挟んでのこの10番です。から見ると右サイドにバンカーが見えて、その左ギリギリから軽いドローで打ってきました。フェアウェイはこれどっちのサイドにつけた方がセカンドで狙いやすいとかありますか？そうですね、まあ、少し今日は右目なので、フェアウェイ左サイドの方がいいかなと思いますけども。さあそして飛距離飛ぶ選手原恵梨香、出てきましたね、はい、飛距離が出る選手だと左へ打ちたいけれども、なんか突き抜けてしまうかなというロケーションでもあるんですね。そして3人目劉立子、歴代優勝者の一人。球はフェード、これは戻ってきませんでした、左のラフ。はい、そうですね。さあ、15組の後半のプレーがスタートしています。16番パー5、安田優香、バーディートライ。狙ってちょっとグリーンオーバーしてね、バーディー取れなかったですけども、今日はしっかりバーディー取りました。15、16連続バーディー、残り2ホールです。新垣比菜です。最終18番、バーディートライ、難しいところからですがよく読んでいる。マウンドを越えなければいけない角度だったんですけれども、まあ、お先に行けたのはいい感じですね。そうですね。最後18番はパー。今日は一つスコアを落としてトータルイーブンです。さあ渋野日向子、これが日本凱旋2戦目になります。先週北海道明治カップに出てからこの軽井沢セブンツー。光栄です。絶対思ってない。いや、思ってます、思ってます。笑顔でこのままセカンドに向かっていきます。まあ、昨日は雨傘でしたが今日は日傘。そうですね、ちょっと日差しが選手にとっては眩しく感じるね、今日はちょっと強さあるかなと思います。こちらは勝みなみが映ってきました。16番レイアップして、これが第3打、残り80ヤード。かなり果敢に攻めた2打目でしたね。そうですね、下り切っています。いいですね。これはチャンスに来ました。そしてもう一つ、もう一つ近いところにボールが乗っていますが、それもいいサイド。今日はここまでノーボギーという勝みなみ、バーディーチャンスにつけています。14番のグリーン上です。小祝さくら、ここまで3アンダー。バーディーパット、これは距離があります。距離ありますね、そしてラインも多めにかけてきて、ゆっくりという感じですが、ラインがねちょっと違うところぐらいですよね。
さあ渋野セカンドです。フェアウェイからから18、ちょっと納得いっていないか。まあでもサイド的には悪くないですよ。右のカラーです。あそこだともうパターで打てるところですね。プレーが止まってください。ちょっと枝が気になるでしょうか。ああそうですね、うん、左からの枝。ライはどうでしょう。ボールは見えていますが、そうですね、順目っぽくいってるかなと思います。上を越えてきました。 あとは距離が出るか。上は手前、ちょっと枝を越える分上に上げる必要があったでしょうか。そうですね、はい。アメリカはクラブを2本持っています。バーディーパット下りになりますと、はい、チャンスですか。はい、14番小岩井さくら、これがパーパット、しっかりとパーセーブ。後半はまだスコアの動きがありません。後半でチャージをかけたい各選手。さあ笑顔で渋野日向子、これからグリーン右のカラーからの第3打ということになります。昨日の初日から一転、晴天の下避暑地決戦はセカンドラウンド。さあカラーから来た来た来ました。連続バーディーとしました。あ、3連続です。8番9番10番、これでトップタイ。ティームエリアのね、あの明るい表情とは違ってクッと引き締まったね、アドレスでしたね。まあ、インパクトで本当に緩まないっていうのが彼女のね、こういいところですね。ジャストタッチで打ってきました。さあご覧のように渋野日向子が今バーディーを取って、これでトップタイ8アンダー。今からバーディーパットを打つ原恵梨香は1打差で追いかけます。現在4位タイ。原恵梨香は上からです。横ですかね。少しクラブの番手に迷いがあってフェード系で、まあ、打ってきて左横、まあ、ちょっと上なのかなと思います。さあ一緒に回っている渋野が沈めた後、入れば原もトップタイ。あ、思ったより切れませんでした。上からの傾斜あんまりないところだったんですかね。そうですね、ここ少しあのグリーン手前から奥に傾斜があって、渋野さんそこをうまく読んでいたなと思います。リュウリツコはこれがパーパット。
距離ありましたけど、まず2パットで収めました。原もパーパットです。16番さあバーディーチャンスにつけて3つともすごいところにマークがあります。そうですね、バーディーを取りました。これで勝みなみ今日5つスコアを伸ばしています。ノーボギーのゴルフ、残り2ホール、トップと1打差まで上がってきています。安田祐香17番パー3のバーディートライ、沈めればトップと2打差。いやー惜しいパットでした。昨日も一筋違いというねパットが多かったんですけどね、8番9番10番と3連続バーディー、11番を迎えます。ギャラリーの笑顔が見えますよね、はい、なんかこう一緒に戦ってるような、はい、そうですね、ギャラリーの人の反応とかもうどんどんこうホールを追うごとにですね、